皆さんこんにちは、三之助でございます。表は毎日暖かい日が続いておりますが、そうなると、花粉が相当な数飛び交ってるんじゃないかと思いますな。花粉症の方、私もそうですけど、お互い様に、お見舞いを申し上げます。では、まあ、今日はあんまり表へ出ないつもりでですね、うちでまあ、作業できることをやってたんです。まあ、動画の編集もそうですけど、ちょっと物を書いたり、ポッドキャストの編集もこれからやろうかなと思っております。で、まあ、最近まあ、このカメラで、このマイクで、まあ、こうやって音声と動画を収録してるんですが、まあ、ポッドキャストもやってますし、近頃、巷をにぎわせている、クラブハウス。ね。これも音声の、まあ、メディアなんですよね。そうなると、まあ、今までマイクはあまり、こう、考えたことがなくて、まあ、動画はこの、ソニーのですね、神マイクと言われているマイクで十分なんですが、何か収録用のマイクが欲しいな、と、なんとなく思ったんですよ。で、今日はまあ、うちからあんまり出るつもりもないし、どうだろうな、なんて思っていたら、ヨドバシさんから荷物が届いたんで、それを早速、開封動画ということでお届けしようと思います。開封動画あんまりやったことないんだけどね、うまくいくかしら。まあ、そんなことで、ちょっとお付き合いください。どうぞ。さあ、ここからは、開封ということで、ヨドバシ .com エクストリーム便で、昨日の深夜にふっと思い立って注文したこの物でございます。さあどうかな。この間初めて使ったダンちゃんがもう大活躍でございますよ。さて、本当にあっという間に切れますな。はい、あ、そうだったそうだった、危ない危ない。はい、では中身はこちら、よいしょ、ディーン。マイクですね、ダン。ということで、我が家にやってまいりましたのがイエティの X という、発売されたばかりのマイク、コンデンサーカプセルマイクっていうのかな、これな。まあ、とにかくちょっとこんな感じのマイクを買ってみました。さあ、中身はどうなってるかな？よいしょ。開きにくい。よいしょ。さあ、これで、ボン。ボンと、これなんだろう、これ引っ張っちゃっていいのかな。さあ、よいしょ、はい。でパカッと開きますと出てまいりますのが、いきなりなんだこれ、説明書かな。はい、じゃあこれを外す、外す、保証書もついてますね。これをビビューンビビューン。さあどうだ、ゴー、ドーン。おー、なるほど。なんかついてる。これは USB ケーブルですね。それから、本体出します。おー、結構重たいかな。重量感が。よいしょ。これをぐるっと回せば、この通り。こっちが前かな。こっちが前だな。はい。こんな感じで、登場いたしました。なかなかいい質感のマイクですね。マットな仕上がりになってるんでしょうか。高さはだいたい30センチぐらいになるんですけど、なかなかいい、見た目、まずはね、と思いますよ。でですね、こちらがそのマイクになりますが、どうでしょうか。ね、後ろ側ちょっと見ていただこうか。ね、こうかな？来るかな？来るかな？フォーカスが来てるか来てないかちょっとわかんないんですけど、USB マイクロ、マイクロ USB の端子と、それからヘッドホン端子。それじゃあ、早速セットアップをしていきましょうね。といっても、まあ、入ってるのはこの、USB ケーブル、この、なんていうんですか、こうマイクロと A の、
まあ、ケーブルだけなんで、これをマイクと PC に接続するだけなんですけれども、うちはですね、Mac と Windows が、まあ、目の前にこう2台並んでる状況なんで、どういうふうに使っていこうかなと思ってんですけど、まあ、まずちょっと Windows の方に、このマイクを接続してみようかなと思います。はい。誰でもできるこの作業ですね。ケーブルが刺さりまして。まあ、今この時代でね、皆さん言ってますけど、これが USB-C だったらよかったのになぁとは思うんですけどね。まあ、あんまり、なんだろう。そんなことは考えずに先進みましょうね。はい、刺しました。で、もう刺した途端にあの Windows のピンピコリンっていうあの音がして、で、画面にデバイスのセットアップ中ですって出て、で、ちょっと経つと、セッティングが終わりましたと、撮影する間もなく、どん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 先進んでしまって、それでもう、これで使えるようになってると思うんですよね。いわゆるプラグインパワーですから、プラグインパワーっていうのかな。まあ、USB から電源が供給されておりますんで、これでもう接続完了。猿でもできる、このマイク接続でございます。はい、それでは早速、音声の収録をしてみましょうかね。Adobe Audition を使って。はい、それでは早速、こっからはですね、画面を見ていただきながら、音声の収録をやってみましょうか。Adobe の Audition を使って、録音してみますね。皆さん、こんにちは。柳屋三之助でございます、今日はいいお天気ですけれども、明日はどうなるでしょう。はい、こんな感じで今マイクは何にも設定しないで、やってみましたよ、再生してみましょうかね。再生するとどんな感じになるんでしょうかね。皆さん、こんにちは。柳屋三之助でございます、今日はいいお天気ですが、明日はどうなるでしょう。今日はですね、今、暑いんで、この部屋が、ちょっと扇風機を回してるんですよね。こっち、まあ、なんて言うんですか。サーキュレーター。これ回してるんですが、あまりその音も、まあ、回ってるなっていうことは、このヘッドホンを使えばわかるんですけれども、これが録音して再生したとき、どこまで、まあ、後でね、後処理で消すこともできるので、どこまで、行くのかなというそんな気もしますが、まあ初めて聞いた印象としてはかなり高音質だなと思いますね。で、これがまあいわゆる商品レビューみたいな動画であれば、もっと細かい設定とかね、これユーティリティを入れると、なんていうんですか、こう音声をいろんなこうエフェクトがかけられるんですが、そこまで私やる気力がありませんので、まあ、とりあえずつながったらすぐに使えたというそういうお知らせでございました。今日これからこれを使ってポッドキャストの収録をやってみようかと思いますので、まあ音声の方はどうぞそちらを聞いていただいて、おお、なかなかいい音じゃないか。その前まではですね、iPhone のマイク、まあそれも内蔵のマイクですね。そういうものを使って撮ってたので、その差がどのぐらい出るかっていうことも含めて、ポッドキャストの方で、検証できればというふうに思っております。はい。というわけで、これが開封動画と言えるのかどうかわかりませんけど、とにかく今日はイエティ X を開けてみました。それでは次回の動画でお目にかかります。バイ。